はい、こんにちはえー、クノルフォットが、えー、ぶっちゃけ弱体化しましたえー、回復量が増えてえー、ライフの回復量が増えて、えー、マナの回復量が減ったので、えー、ぶっちゃけ、えー、弱体化弱体化かなと考えています、えー、これにより、えー、得意であった必殺であったマナスピード普通で アルフライクを使うっていう作戦が、えー、使えなくなっちゃいました。というわけではい、いきまーす。えー、それがどのくらい影響しますかね。では、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 では。 ウを作るのもいいんですけど今回はここ行ってみましょうか1点目にしてかなりかなり消せましたねではもうブラックナイト倒しておきましょうブラックナイト倒しておきましょうえー、真ん中に穴ができたので、えー、空打ちを駆使して盤面整理をし えー、それでは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 れでは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 ,では一歩でも一歩でも紫を近づけて紫消すのもいいですよね。この 真ん中を使って横3行きたいんですよ。行きましょうか。行きましょうか。今回初期版面いいですしね。行きましょうか。ええー、ではディガルドで回復して、ベラでミニオンの壁を張り、ここで、ここでクノルフォットを使ったら、 今まではこれで、これで、アルフライクにマナが溜まって、マインドレスアタック放てたんですけれども、えー、それができなくなっちゃいました。というわけでここ行きましょうか。行って遅れるんですよね。えー、それではクエーネルのスキル発動も近いですし、行っちゃいましょうか、行っちゃいましょうか。 はいではマインドレスアタックの効いている3人を狙ってじゃあここ行きましょうかーえー、次はズーリーに弾を当てていきたい、えー、残り2ターンでズーリーにズーリーにマナ貯められるかな 1>, えー、1までたまったオニクスを当ててこれでズーリーを倒してゲームとしてはかなり優勢でかなり優勢で、えー、勝ち見えてきましたねはいそれでは、えー、ケプリンにピエンドを貼り付けられたけれども、えー、剥がして ベラでミニオンの壁を張り、2まで溜まっているオニクスを使い、クノルフォットは温存して、では、ここ行きましょうか。もう勝ちですね、もう勝ちですね。というわけで、チーム構成として、 えー、弱体化しちゃいましたけれどもまだ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 、えー、使えそうですね。はいありがとうございました。